唯一の参議院議員をご紹介いたします。皆さんこんにちは。福祉の素晴らしいバックグラウンドミュージック、皆さんと皆さんありがとうございます。ただ私合唱経験が大変長うございまして、音楽が流れていると歌い出してしまうかもしれませんので、ちょっとすいません、この中で歌うわけにいかないので、ちょっとお話の間すいませんがご協力お願いしたいと思います。歌っちゃうといけませんのでね。今ねこの場所に来て思い出しています。4年前都議会議員選挙の最終日、当選できる人数が1人減らされて定数3になって、曽根はじめさんが当選できるかどうか、その最終日の夕方から私曽根はじめさんと一緒にこの赤羽から区内を回らせていただきました。もう最後ギリギリでね、競り勝った時のあの喜び、今度も本当に厳しい選挙です。3つしか取れる議席がない。自民、公明、都民ファースト、維新、みんなが議席を狙っている。でも五輪より命を、都立病院守れ、まともに事業者へ補償せよ、これを求めることができる議席は何といっても曽根はじめ、曽根はじめの議席ではないでしょうか。立ち向かせてください。どうかよろしくお願いいたします。今北保健病院から北医療センターになったね、病院存続の充実のその運動のことが語られました。私は曽根はじめさんのチラシ、これ選挙の前に出したパンフレットを見たんですけれど、北区の地図のところに寄せきれられないくらい、いろんな皆さんの願いを実現しましたっていうのが地図に落とし込んであるんですよ。住民の皆さんと共に運動を作り、共に政治に働きかけ、一つ一つの皆さんの願いを本当に実現し続けてきたのが曽根はじめさんだと皆さん自身がよくご存知だと思います。実はその北医療センターで、私2010年に当選直後に最初に国会で質問をして、その時に傍聴席にいてくださったのが曽根はじめさんなんですよ。もうどれだけ住民の皆さんがこの地域で公的な役割が担える、つまり地域の住民の意見を反映させることのできる病院を守らなければならないか、国立王子病院の時代から延々とその運動が続いていた。ですから私も国会の質問で取り上げる前後にですね、その住民の皆さんや区議さんと一緒に実際に北当時社会保険病院を訪ねて、ただ病院の方会ってくださるわけですよ。で砂漠ベッドとかいっぱいね取り込まれたら困るんだと、なんとか病院の経営がちゃんと安定するように私たちも国に働きかけるから、地域の皆さんの声に応えて小児医療を充実させたり、ね、ちゃんとベッド確保したり、そのことに努力してほしいんだ、わかりました、一緒に頑張りましょう、そうやって病院育ててきましたよね。何が実績がないなんてね、ちょっと与党の党首が言うことじゃないですよ、恥ずかしいですよ。この仕事をここで途切れさせるわけにはいかないんです。今こそ命と暮らしを守れという曽根はじめさん、大きく大きく都議会へと押し上げてください。よろしくお願いいたします。この都議選は曽根はじめさんからお話しあった通り、一番問われなきゃいけないのはオリンピックをどうするか、これが言えないから卑劣な曽根さんの攻撃ばっかりやってる、あるいは大丈夫だって言ってね票をもぎ取ろうとする、そんなことしてないでオリンピックどうするかちゃんと語りなさいと求めていこうじゃありませんか。私たち日本共産党は今年1月に志位和夫委員長がオリンピック今年の夏はできない、コロナ対策と矛盾する、中止をというふうに総理大臣に求めまして、これが初めて政治の場で五輪をやっていいのかどうかという問題提起になったんですよ。その時はまだマスコミも書かない、だけど私たち日本共産党は国会で都議会では昨年から
感染リスクの問題の追及をやり続けてきたんです。医療従事者1万人、オリンピックやればね、必要とされてしまう。これコロナ対策と矛盾するでしょ。もう昨年のうちから日本共産党の都議団はこのことを明らかにしてました。小中学校や高校や特別支援学校まで観客動員する。それはコロナ感染あるいは熱中症、子どもをリスクにさらすことになるじゃないか。これも昨年から訴え続けてきたんです。そのことが今本当に浸透してきてね、このまま1万人もの観客を会場に、一つの会場にそんな観客入れてやるのかと、子ども動員するのかと、その怒りの声が日本中を今駆け巡っている状況が作られているのではないでしょうか。今ね、毎日のように東京の感染者がちょっと伸びてきちゃってて、本当に皆さん心配ですよね。皆さんの願いはただ一つだと思うんです。どうか感染の波を起こさないでほしい。それとどうしたって矛盾するのがオリンピックなんですよね。どうしたって矛盾する。私もスポーツには大きな力があると思います。心を揺さぶる力がトップアスリートの競技にはあるけれども、そのスポーツにはコロナの感染を抑える力、これは持ち得ないんですよ。私たちは中止ということを求め続けます。それは命をリスクにさらすような政治を黙って認めるわけにはいかないからです。でも海外からね、選手も入ってきてる。もう中止難しいんじゃないのかな、せめて観客は入れないでくれ、その声にも応えます。子どもの動員やめてくれ、その声には区議団も一丸となって求めてまいります。穴だらけの水際対策、これで海外から選手以外でオリンピック関係者で5万人ですよ。そんな人たち入れちゃうのか、それでいいのか、その声にも全部応えます。全部受け止めます。命をリスクにさらすなと求め続けてまいります。その声が政治に届かなければなりません。感染なんか関係ない、オリンピックに突き進んでいる今の菅政権や組織委員会や、そして小池都知事に物言う議席がどうしても必要です。それはじめさんを、皆さんのどうか五輪より命という、その願いをそれはじめとお寄せいただきますように重ねて心からお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。感染の波を抑えるにはもうやるべきことを分かってます。ワクチン早く普及してほしい。でそれと合わせての大規模検査、もう戦略持ってやるしかないんですよ。あの尾身分科会会長もどこが感染源か、感染リスクがどこで高いかはもう分かり始めたって言ってるんですから、そういうところに戦略持って予算もつけてちゃんとした検査やらせていこうじゃありませんか。そしてね、ワクチンなんですけれども、先ほどやっぱり与党公明党の党首は何ですか、共産党が足が引っ張ってワクチンが遅れてると、ちょっと現実見ようよって言いたいんですね。ワクチン承認してからもうやっぱね、買い付けができなかったんですよ。で私たちそのことをけしからんなんて言ってないんです。だって世界各国でみんながワクチンを必要としているんですもの。今も職場とか大学とかでワクチンやろうと思ったら大規模接種ちょっとやめてくれってことになってしまいましたよね。ですから私一昨日ですね、政府に聞いたんです。どうしてこういう事態になってるのか。それで分かったんですが、大規模接種で使うモデルナのワクチンはいつどれだけ日本に輸入できるかがほとんどわからないんです。最終的に買い付けの約束はできてるけれども、いつどれだけ入ってくるかがわからないんですよ。ファイザー製のワクチンも7月には今までの輸入量より落ちる、8月はまだその量がわからない。この現実見るしかないんですよ。ワクチン接種に一定の時間かかる。だから大規模検査や、それから医療にちゃんと減収補填やってね、感染症の対策を万全にやるしかないじゃありませんか。
して感染の波を抑えるために時短営業などで協力求めてる、休業要請もいっぱい出してきた、それでは事業がもう持たない、潰れてしまう、その悲鳴が上がっているんですから。これ都議会で質問しても国会で質問してもね、今ある制度の答弁しか返ってこないんですよ。今ある制度では足りないんです。協力金はあまりに遅いんです。今まで足りなかった分はもう持続化給付金の2回目出して事業者の皆さん支えるしかないじゃありませんか。いい加減まともなコロナ対策をやれと、その怒りを込めた一票を曽根はじめと日本共産党と、そして市民と野党の共同の候補者曽根はじめへとお寄せください。よろしくお願いいたします。このコロナの問題で本当に自治体の在り方が今問われていると思います。石原都政から曽根はじめさんもずっと都知事と対決を続けていて、その中で実感しているのは、この東京が開発公社みたいになってしまった、そういうことだと思いますよね。今のそこにも、都道の問題で住民を追い出すのやめてくれと、公園潰すのやめてくれっていう署名集めていますけれども、本当にね、戦後すぐに引いた先手ですよ。今時ですね、住民を追い出して、今すでに商店街もあります、公園も作られました、こういうとこ壊して道路を作る必要性がどこにあるんでしょうか。外環自動車道路も陥没事故まで起こして、住民が安心して住めない、こういう事故が起きて、しかも事業費膨れ上がって、私たちずっと1メートル作るのに1億円って言ってきたけど、もう1メートル作るのに1億5000万円ですよ。そんなお金使ってどうして地下トンネル掘らなきゃいけないのか、もう説明できないと思うんです。人、物、金、東京へ、東京へどんどん呼び寄せて、世界で一番稼ぐ都市になれ、アベノミクスで旗が振られて、その通りの都政が石原都政から今日の小池都政まで続いているのではないんでしょうか。でも自治体は開発公社じゃないですよ。やるべきことは、とりわけこのコロナ禍でやるべきことは、命を守り、暮らしを守り、いろんな困難抱えている人に、あなたは一人じゃないよって手を差し伸べるような、そういう自治体が今ほど求められているときはないんじゃないでしょうか。こういうときに都立病院のね、独法化っていう問題が持ち上がるから、それに反対しているのが日本共産党だけっていうね、こういう都議会を経験してきたからこそ、私たち曽根はじめさんの議席は絶対に失うことができないんです。都立病院、公社病院、本当にね、公的な病院として、まさに何て言うんでしょうね、赤字になっちゃうような医療分野もしっかりと支える役割を担っているんです。手術をやったり何かの処置をしたりっていう時には病院に結構お金入るんですけれども、実はじっくり患者さんの声を聞くようなカウンセリング、精神科、あるいはね、いつ分娩があるかわからないような産婦人科、こういうところは民間病院はなかなか採算が取れないといって手を引き始めちゃう、こういう状況がある。慢性疾患とか難病の患者さんもね、様子を見ましょうっていうふうに治療していくしかない時期があるんです。これはなかなかお金にならない、そのところをしっかり支える役割を都立病院は果たさなければなりません。感染症もそうです。普段から人員体制とってベッドを開けてなきゃいけない、赤字になっちゃう、その赤字を東京都がちゃんと補って感染症対策ができる病院でなければならない。医師や看護師ちゃんと配置して、いざ災害が起きたとき、感染症起きたとき、いろんな病院に人が派遣できるようにならなきゃいけない、そこまでの充実を東京都は行うべきではないんでしょうか。政治の流れを変えていこうじゃありませんか。東京都は
自治体は住民の命と暮らしを守れと、日本共産党は毎年予算の組み替え動議も提出して、ほんのですね 2.3% ですよ。さっき言った大規模な道路作るとか、そういうところの予算止めて、そして病院だとか都営住宅だとか医療とか保育所とか、そういうところに当てていけば、もっともっと皆さんの暮らしの願いに応えることはできるんだと、この希望を語り続けています。それではじめさんと一緒に、私たちの暮らしが良くなると実感できるような東京都政作っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。もう曽根はじめさんはもう本当に実績がいっぱいあるんですけれど、同時にね、日本共産党都議団、この間躍進をして野党第一党、今18議席、衆議院にすると100議席を超える議席ですから、野党という立場でも現実に政治を動かす力を発揮してまいりました。なんといってもその一つは認可保育所ですよね。もう私もよく覚えてます。もう曽根さん一番よく分かってると思うんですけど、石原都政時代にね、認可保育所はお金もかかるし広い土地も必要だからもう作らないって言われちゃったんですよ。そんなのおとぎ話だって言われちゃったんですよ。私たちは諦めませんでした。待機児童っていうのは認可保育所申し込んだのに入れなかった人なんだから、認可保育所増やさなくてどうするのかと区議会、都議会、国会、その質問をやりまくりました。2010年に私当選して最初にやった仕事の一つは、ここに土地があるじゃないか運動でした。もう都議団、区議団がですね、探してくるわけですよ。ここの公務員宿舎がどうやら使っていないと、民間に売っ払っちゃうんじゃないかと、民間に売らないで自治体でちゃんとよこせ。もう2010年私が当選した頃は民間に売ってお金に換えるっていう方針だったんです、国有地も。それダメだと、認可保育所や特養ホーム、土地が必要なんだから、まず自治体に情報を明らかにして、そこでちゃんとね、保育所や特養ホームが作れるように余裕を持って自治体と交渉してくれと、いっぱいやりましたよね。何度も国会に来たわけですよ。こうやって石原都政時代と比べて 1.7 倍という認可保育所の増設、お父さんお母さんたちと運動とも噛み合わせて私たち実現することができたと本当に確信しています。そしてね、このベテランの曽根はじめさんがしっかり若い都議会議員の皆さんを支えてですよ、もうやったことのないような分野にも今日本共産党都議団頑張ってます。そこに痴漢ゼロってありますけれども、先ほどここに来る前に豊島の米倉春奈さんの応援してきたんですが、これね、痴漢ゼロってどうやって質問するんだろうと私は自分でも一瞬思いますよね。どうしたらいいんだろうと。だけどやっぱりね、すごいですよ。まずどんな被害実態があるのか、で被害に遭った人がどこにも相談できない、これやっぱり公の窓口で相談ができてね、被害実態も明らかにしてどういう対策が取れるのかっていうことは、やっぱりこれ私自治体の責任がある、そこに自治体の役割があると実感をいたしました。校則問題も当たり前の髪型が認められないとか、誰が見るわけでもないのに下着は白とかね、余計なお世話ですよ。こういうね、社会で非常識な校則はおかしい。やっぱり若い都議の皆さんが安心してそういう質問できるのは、ベテランの曽根はじめさんがしっかりとみんなの論戦を見守って励まして、いろんなアドバイスもやって一緒にこの都議団のパワーアップを果たしているからではないでしょうか。若手からベテランまで揃ってこその日本共産党都議団です。どうぞ皆さん、曽根はじめさん引き続き都議会へと力強く押し立ってください。そして最後に、この都議選を国政の流れも変える選挙にしていこうではありませんか。もうね、菅政権見てくださいよ。コロナ対策では本当に無策。私たちがどんなにね、大規模検査やれって言ってもここに踏み出していかない。
医療機関への減収補填もやらない。それでいてそこにあります、一番命守らなきゃいけない高齢者の方、年収200万円あれば高額所得者扱いですよ。窓口負担2倍にする。重症用の患者さんのベッドは20万床減らすような計画を今も着々と進めて、そこに消費税増税分までお金出してベッドを減らすという、何やってるんだって話じゃありませんか。命と暮らしを守る覚悟もない政策もない、この菅政権を長引かせるわけにはいきません。この北区では曽根一さんは日本共産党の候補者というだけではありません。立憲民主党の皆さんや新社会党の皆さんや、たくさんの市民の野党の皆さんが、緑の党の皆さんとかね、本当に皆さんから広くご支援をいただいて、今この都議選を戦っているところです。この共闘をもっと前に進めて、大きな国政の政治の流れを変えていく、そういう都議会議員選挙にしていこうではありませんか。このことを心から呼びかけまして、私田村東部からの応援の訴えでいたします。ありがとうございました。どうも皆さん本当にありがとうございました。ただいま田村東部と党副委員長、参議院議員の本当に強い皆様へのお伝えさせていただきました。どうもありがとうございます。そしてこんなにもたくさんの皆さん方がこの石垣広場でお聞きいただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はこの場所に先ほどから演奏してくださってますみんなで選挙アットバースの皆さん方、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。そして新社会党の区議会に福田光一区議会にありがとうございます。そして先ほどからこの場所で池内沙織前衆議院議員、伊藤岳参議院議員、そして日本共産党の北区区議団の皆さんいらっしゃいますね。ぜひ手を挙げてください。どうもありがとうございます。今日はこうして多くの皆さん方にご協力いただきまして、この西口広場で曽根一候補の皆様への政策の訴えさせていただきました。ありがとうございます。今日もここにたくさんの、横断幕を持ったり、またプランターを持ったりして皆さんにご協力いただきまして本当にありがとうございます。都議会議員選挙、いよいよ大事な選挙として7月の4日の投票日まで一直線です。何としても皆様のお力をお貸しいただいて、命の議席、曽根一の議席、市民と野党の共同の議席を必ず参議席の一角に押し上げていただけますように心からお願い申し上げまして、今日この場所での街頭からの訴えをさせていただきます。本日この場所で意見しました曽根一の法廷にはですね、昇進だ、それから皆さんのところに今こんな素敵な、ご一緒の政策法廷事業ビラもお配りしております。ぜひこうしたものも皆さんのお友達のところに、お知り合いの方に、ご近所の方に、どうぞ一人でも多くの皆さんにお広げいただけますようによろしくお願い申し上げます。